足長雲属テトラグナサは足長雲科に所属する雲の分類群である。細長い足と腹部を持つ。また、成虫では顎が大きく発達する。全体に縦に細長い中型の雲。ふわしが前後に細長いだけでなく、腹部も円筒型に細長い。また生体では顎も長く発達する。体色は褐色から灰色で、時に黄色味や、 緑味を帯びるものもあるが、外して地味なものが多い。東京部はやや縦長で、頭部は幅が狭く、平らで盛り上がらない。目は前後2列4個ずつの八眼。その目もほぼ同大で、側眼同士は必ず離れる。顎は妖精ではそれほど目立たないが、生体では非常に長くなる。顎は東京部の幅を超えて左右に張るように伸び、 牙に合わせる熾烈を持つだけでなく、それ以外の方向に突き出す、トゲ状突起を持つ例が多い。なお、オスでは、フレッシュが前に突き出して目立つため、顎を4つ持つように見える。足長雲の東京部不足は細くて長い。特に第1脚は長く、前に伸び、第3脚が一番短い。腹部は、細い長大型から、前方がやや幅広い円筒型など、 いずれにしても幅が狭くて前後に細長い。種によっては後端部の背面側が糸芋を越えて伸びる。また、この属ではメスの外星器はほとんど見えない。オスのフレッシュ期間では弾きが発達しない。移り性針は四時器に包まれて突き出る。オスはメスよりやや小型でキャシャだが、小金雲かのものほどの大きな差はない。ただ、顎の突起についてはオスの方が派手な例が多い。 足長雲の名は、足が長いことに由来する。英名は、ロング・ジャオード・オーブ・ウェブ・スパイダー、または、ロング・ジャオード・ウォーター・オーブ・ウェブ・スパイダーと言われ、これは発達した顎に由来する。縁毛を張る雲である。網は水平縁毛で、ほぼ水平か、やや傾いて張られる。その中央の縦糸の集まった部分に、穴があるため、無骨式網と言われる。雲は、 網の中央の下面にぶら下がるように定義する。日中も網を張っている場合もあるが、主に夜間に網を張り、夕方から張り始める例が多い。大きめの種は開けた空間に網を張るが、小柄な種は、木の枝先や葉裏などに網を張る。やや変わった網を張るものも知られている。木の足長雲は、樹状性の小型種で、枝の間や葉裏に小さな網を張るが、非常に網の目が荒く。 縦糸は5本、横糸は17から31本しかない。さらに幼虫では縦糸が4本しかなく、深海はこれを方形水平円網と呼んでいる。正論足長雲は木の枝先や草の間に網を張るが、往々にして3本の枝の間に網を張ってその中心を真ん中の網にくっつける。そのため網は中央の枝によって左右に2分される。雲は 中央の枝に沿って止まる。これらの木の枝先に網を張るものでは、網が傾いて張られがちである。正論アシナガグモの網なお、日本のアシナガグモでは、幼虫が、ジョロウグモの網の枠糸に網を張る例や他のクモの、網から餌を盗む例が知られている。ウロコアシナガグモは網を張らずに直接に虫を捕らえる、例が知られている。網を張っていない場合には、枝葉の上、王にして、 細い枝や幅の狭い細長い葉の裏などに隠れている。その場合、細長い体の延長になるように、第1、第2脚は前へ、第3は左右に伸ばして基板を掴み、第4脚は後ろへ伸ばされ、全体に細長い棒状となるので目につきづらい。生殖時には優生中はメスの網を訪れ、網の糸を刺激して信号を送る。 メスはこれに対して大きな顎を開いて迎える。すると、オスはそれに近寄り、自分の顎を開いて、メスのそれと噛み合わせる。すると、顎とそこに生えた棘状突起がちょうど噛み合わされるようになっており、互いに噛みつくことができなくなる。交説の行われる15分ほどの間、この顎は噛み合わされたまま離れない。この状態から、シールは糸を引いてぶら下がり、 覆面を互いに向かい合わせたような姿勢になる。その間にオスはフレッシュを交互にメスの腹部仮面に差し入れて精子を注入する。それが終了するとオスは糸を引いて地上に降りる。なお、メスが顎を開いて迎えるのは攻撃のためでなく求愛を受け入れる体制であると見られ、降雪を望まないメスは体を震わせてオスを拒否する。 卵納は半球型で植物などの基盤の上に貼り付けられた形で作られるのが普通である。世界中から知られる。日本では南西諸島で種類が多いが、より北部に分布を持つ例もある。日本では足長雲と安型足長雲が各地でごく普通に見られ、人里でもよく見かける。これらは水辺に多く、小さな水路や渓流周辺などにおいて、その周辺や往々にして、 水面上に網を張っている。特に安田型足長雲は水田に多く産する。この属では水辺に生息するものが多く、蒸気の2種の他に光アシナガグモ、光足長雲、尖り足長雲なども同様の環境に見られるし、南西諸島では、オナガ足長雲などもこれに加わる。他地域でも水辺に生息する例は数多い。彼らは水面から発生するブヨやゆすりカのような、 繊細な飛翔性昆虫に大きく依存しており、その網はこれらを捕獲するのによく適応しているとの指摘もある。ただし必ずしも水辺の環境に依存するものでもない。アシナガグモなど蒸気の種も多くは、水辺以外の草地や人家の周辺でも普通に見られる。キヌアシナガグモは小型で森林の樹脂管に生息し、枝の間やは裏に小さな網を張る。 同様に小柄なウロコアシナガグモは山地から都市部の街路樹にまで姿を見せる。ウロコアシナガグモハワイ諸島は太平洋のほぼ中央に位置する海洋島であり、現在は多くの移入種によって拡乱されているが、本来は極めて特殊な生物種を持っていたことで知られる。雲においてもこれは同様であり、世界に100以上存在する雲の都がのうちで、 ハワイにはわずか10カの雲しか存在しなかった。その一つが、アシナガグモ科で、しかもアシナガグモ属が大半を占め、ミキサ採取を含めると100種に上る。分子系統による分析では、それらは少なくとも2つの系統に分かれ、そのうちの1つは北アメリカのものに由来すると見られる。これらは孤立した環境で、適応放散と種分化を繰り返した結果と見られる。 その中でトゲ足群と呼ばれる一連の種は、増毛性を失い、徘徊性となっている。名の通りに、不足に、トゲが多く、これは獲物を捕獲する際に効果を持つと考えられる。水田に産するものは、害虫駆除に役立っていると考えられ、特に安田型足長モは、水田に多いことから古くから注目されている。この属は、アゴブトグモ属パッチクネイサやグレナナサ属等を含む、 軍軍に対して、てをなすとされている。世界で300種が記録されており、日本でも21種が確認されている。そのうち、日本本土に算するのは11種で、10種は南西諸島や小笠原からのみ記録されている。日本でしか知られていない種もあるが、多くはさらに南方の東南アジアなどにも分布するものである。例えば、日本全土に見られるヤサガタアシナガグモは、 ニューギニアからアフリカにまで分布することが知られ、南西諸島に知られるオナガアシナガグモは、アフリカに至る、広い分布域を持ち、オガサラから知られるトゲアシナガグモは、サモア諸島まで分布する。逆にハラビロアシナガグモは、本州の高地より北に見られ、国外では、北半球の温帯域に広く分布する。緑アシナガグモも全北区のものである。アシナガグモなどは、 中国や韓国など、東アジアに分布を持つ。ただし、種の見分けは難しい。ほとんどの種に目立った反紋がないこともあって、外見的には互いによく似ているものが多い。しかも、普通のクモ類で判別の決め手となる雌由の生殖器の構造が単純なので、これも簡単ではない。オスのフレ式の細部の構造とアゴの形が重視される。他方、メスでは、 外目式が発達しないこともあり、ほとんど区別できない例もある。日本産のものを以下に挙げておく。それ以外についてはこの項を参照のこと。アスター・アンドル・ロイップ65この章の各種に関する記述は、深海 P175 から180に浅間他、P69 深海 P180、青木漢訳 P98 ブリスト、P254 から255、 青木寛役 P98 深海 P175 から182アフリカではアスター・アンドル・ロイップ65オーストラリアではメインプ226ヨーロッパではブリストープ253ブリストー P254 この章の各種に関する記述は深海 P175 から1 8十にし下編 P43 から49ウネほか P46 ありがとうございます。